久保さん、非常識な成功法則にしましょうか。二十何年前、神田正則さんがね、非常識な成功法則みたいな本出しましたけど、多分ですよ、多分、あの、今、うまくいっていない、お金が稼げてない人の常識の中に成功って多分ないと思うんですよ。もし、その、今、うまくいっていない人の中の常識で成功できるんだったら、もはや成功してるはずなんですよね。 だからその成功している人の常識と、うん、だからこうどこのポジショニングから見るかで全然変わってきて成功している人たちの会話の中ではそれが常識なんだけど成功していない人からのポジショニングからそれを見ると非常識に聞こえたりするんですよねでもその成功している人の世界の中の界隈で話していることって別に常識なんですよ例えばこの億万長者合宿のやり取りも何千本になってます で久保さんと僕の中では別にこんな動画のやり取りっていうのはクレゴが返してますよと。何がすごいんですかみたいな。でも多分一般の人たちから見ると多分ね久保さんもいつも言ってますけど続かないし非常識じゃないですかこんなにやり,とやり取りができないわけですから。でも僕と久保さんの中では別に常識なので別に普通にできるんですよね。うん。 だから、な何すかね、どっから見るかによって、その常識って変わってきてしまうんじゃないかなと思うんですよ。だから、何すかね、まあ僕、R の思考っていうね、えプログラムの中で、常識だけで成功できるみたいな、なんか確か作ったんですよ。常識、ん、階層なんだっけな。階層が、確かねあ、あったと思うんですよね。はい、あ 常識だけで人生は変わるって思考の回数を読むんですね。思考の回数を読んで、常識だけで人生は変わるっていう。ただからその常識のアップデートというか、常識を変えれば、それが常識なんで、別にな何のすごいことでもないってことですね。別にその動画をたくさん撮るとか別になんか、なんかその一般の人からするとその、それはすげえ大変なことを苦労しているっていう。 みたいな感じなんだけども、このやりとりに苦労とか大変というのは、まあな、あんまないっすよね。まあ、あったとするならば、ちょっと移動中ですね。昔、あの、移動中、車で移動してる時に <laughs>、バン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 やりとりしてて、で、当時、なんですか、僕はあの、久保さんの動画をガッチャンコしてましたんで、ガッチャンコして一本にしてたんですね。で、その時は、結構大変でしたね。移動中。久保さんの動画をダウンロードして、僕の動画とガッチャンコしてやるっていうのが。 何本もやるっていうのは。今のやり方だとクソ余裕っすね。<laughs> 今のやり方だったら余裕っすね。本当に。その手間がないので。うん。そう。まあ、どっから見るかによって常識はすぐ変わってしまいますよね。だからその、日本からアフリカを見ると、アフリカに住んでる人から日本を見ると、 例えば箸の文化が日本にはあって、まあ、箸を持つっていうのが日本の中では常識かもしれないですし箸の持ち方前奥満長者魔食でも箸の持ち方でちょっとお話ししましたけど箸の持ち方が汚いとなんか行儀が悪いみたいなでもそれはもうそもそも箸を持つという文化の中でいその常識の中で生きてるのでその箸の持ち方が汚いとどうのこうのっていうだからその久保さんも言ってましたけど まあ確かにそういうのはあるけどもまあ、そういう常識の中で生きてるから箸の方方は綺麗なながいいいよねみたいなだからまあ僕もなんだうーん世間一般的にはね英語が話せる方がまあ文化的であるっていう常識の中で生きてるのでその常識をうまく使うとまあすごいできる人に見えるだろうし。<laughs> だこれも何か見方物の見方だったりとかどっから見るのかどういうふうに捉えるのかそれをどう使うのかによっていろいろ変わってくるのかなと思いますねただまあ一つの目的があるとするならばまあそのその常識をどのように使うかっていうことですねその非常識をどのように取り入れるかっていうそして自分の目的を達成するか達成しないか自分の人生をより良くするかしないかって話ですね 確かに僕が英語が喋れたら選択が増えるかもしれないですけど、じゃあその選択を使うのか使わないのかって話で、僕は使わないと思うんですよね。英語が話せたとしても。今現状としては。うん。まあ、ね、2年後、3年後、10年後見たら分かんないです。僕が海外に行ってとか、日本の中でも外人の方といろんな話をしたりとか、まあ英語のページを見てどうのこうのっていうのはあるわか,かんないですけども、 うんそれはまあ自分がその目指してないのでそ、そこを目指しているんだったら、なんすかね、それは選択があった方がいいですね。目指しているけど使えない。例えばネットビジネスで稼ぎたいと思ってるんだけど、そのネットをうまく使えてない。YouTube で稼ぎたいと思ってるんだけど、YouTube をうまく使えてない。それは使えるようになった方がいいですよね。自分の目的を達成するためには。 なんかその、確かにエベレストに登れるっていう選択があったとしても、エベレストにの登りたくないんだったら、登る気がないんだったら、その選択は使わないから、あの、なくてもまあいいっちゃいいですよね。うん。まあいろいろ生き方がありますんで、人それぞれ。まあ車もそうですよね。その、いくらお金があっても、その、なんすかね、フェラーリより、なんすか、トランザムの方がいいっていうね。<laughs> 人それぞれですよね、それは <laughs>、うん。確かに選択はあると。でも使うのかっていうと、トランザムに使うわけですよね <laughs>。だからそれは人それぞれかなっていう。うんな感じですかね。だから自分の、あの、どういうライ,フライフスタイルを、こう、送りたいのかが、まあ、究極の答えなんじゃないかなと思いますよね。うん で、そのライフスタイルを自己実現するために必要な選択、えー、取れる選択はできるように、使えるようにするってことですね。使えるようにするっていう。久保さんも今のライフを構築できた理由って今までできなかった選択ですよね。まあ選択はあったんだけど、使えなかったってことですよね。インターネットはもうあったけども、よくわかんなかった。麻雀しかできなかった。だけど、今はインターネットを使いこなせるっていうね。うん。そのことによって今の生活があるわけで。 うん、まあ自己実現自分がどんな生活したいのかっていう、まあ、僕がやっぱネットビジネス入った時はやっぱパソコン1台で自由な生活っていうのがめちゃくちゃ憧れましたからパソコン1台で自由な生活かみたいな、うん。でそれが僕のライフというかそういう生活で車でいろんなとこ行っても仕事ができて。 まあ自由に稼げて、どこでも稼げてしゅ、場所を選ばないみたいな。なんかそういうのは憧れてたので、まあそれをじじじ実現できたっていうのは、まあかったなと思いますね。うん。まあいろんな職種もあるわけじゃないですか。いろんな職種もあるし、いろんな稼ぎ方はあるんだけども、僕のライフはそういう,うライフを送りたいと思ってたんでね、うん。あなたはどんなライフを送りたいですか言ってらっしゃい。